どうも、エルザです。それではペーパーマリオ折り紙キングやっていきたいと思います。さあ、そろそろボス戦になりそうな感じはするんだけど、今回のボスはどんな感じかな。あら、いけない。ああ、なるほど、まさかの滑るパターンだね。ドン、ヤッホー。おー、前歯がハモゲ状態やったね。あ、ここの水は溶けて、あれなんだね、凍ってないんだね。あー、驚いた。山越えの大ジャンプでしたわ。さーて、山の反対側まで飛んじゃったみたいですけど、ここはどこ？あー、こっちはいけないと。さ、だからを、キラキラキノコ。キラキノコじゃないんだ。食べておこう。おー、キラキラファイヤー？キラファイヤーか。さあ、キラしっぽ。さて、ちょっと武器だけ確認しときますか。ま、大丈夫でしょう。めちゃくちゃ寒そうだな。おお、クマだ。やっぱり氷神様も折り紙にされちゃってます。氷を使うならすごくお強いかもですわ。マリオさん、お気をつけて。さあ、ボス戦ですね。氷神様、どんな感じかな。さすが氷を司る神様、氷の中から登場なんてとってもクールですわね。でも氷から出ちゃえば私と同じ折り紙です。なんとかなりそうですわ。入ったねあ、やっぱり氷を司るだけあってガードが固いですわね。これはもう日神様やろ。そしたら、あれでもないよね、スイッチが。あー、そん中入ってたか。とりあえずじゃあハンマーで叩いとくか。ゼロ。さすが氷、カチンコチンで攻撃は全然効いてないかも。あ、攻撃はしてくるのね。25ダメージ高っ。そしたら、そうだね、これでいこっかな。お、アイテム出てき、あー、そうだ、スイッチ押してねー。何のための、まあ、でもガードして25ってえぐいよね。そうだよ、何のためのオンスイッチだったのか。いいかな、シンプルにいこう。さあ、神の力。
さあ、ひがみだね。さあ、ダメージは1通った。どうです？私のファイヤーで氷神様のハートを、じゃなかった、氷を溶かしちゃいましたわ。さあ、これで。でも、ダメージ高えな。あ、ちょちょちょ。はあ。これで回復しながら進んで、いや、こうするか。回復してオンして、神の手ちょっと使ってみたいね。さあ、マリオのアクション。さあ、神の手どうかな、いけるかな。さあさあさあ、あー、ダメージ倒るね。10ダメージはでかい。お、しかもちょっとスタンしてるね。さあ、めまいを起こしていると。あ、いいね。さて、そしたらもう一回と思ったらオンスイッチがない。宝箱出す感じか。回復したいけどこうかな。わー、しくったー。まあ、しゃあねえか。ラッキーラブーツー2かー。ってなると完全に神の手で攻撃する方がいいね。さあ、アイスブレス。しかもそうだね、冷えてるね。氷出てきたね。そうか、これさあ、壊れたあー、なるほど。はいはい。とりあえず、これで、そうだよね。ひがみ様いけるね。回復もできる。さあ、燃やそう。いや、髪の毛ちょっとうまく使いたいね。オンスイッチ、効率よく出したいけど。ルートやね、宝箱を覚えてって感じかな。28ダメージ高えな。まあ単純にこれでもいいか。そうしようかな。で、それでいこう。だから最後間違えて動かしたか。しゃあない。よし、切り替えていこう。ブレスだね。結果よねー。
で、どうかな。さあ回復して開けて、あんまり攻撃通らないからね、まあ、神の手間あと2回ぐらいしてやっと倒せるって感じかな。さあ燃やせ燃やせ。よし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 、これでもう1段階だね。次こそは だよね。スタートして回ってもう直でいけるね。結構ねシンプルなはずなんだけどボンミスが目立ってるからね。よし、叩き叩き。あと1回ぐらいかな。さあめまいを起こしているアイスミス。いい。ルートを覚えろってこと？やばっそ。冷え、地面があちこち凍って冷え冷えだらけ。しかも氷神様がかなりお怒りでさ、なぜ長引かせたら危ないかも。そうだね。行って曲がってスイッチを押してうーんってぐるっと回ってかな。よし成功。じゃあすまんが終わらせてもらおう。さあ叩き5か。しかもあーでも中断できたね。よし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 。もうちょい。さあアイスメイズ左行ってぐるーって回って戻ってくる感じだね。回るね。さあお怒り。で、ぐるーって行って、なんだけど、バーンって崩して、こうだね。さあ、回復。さあ、これでしまいだね。さあ、神様。これで終わり。さあクリア。まあ一番テンポ良かったかもね。
さあ、氷神様の書ですわーと。お宝はないね。よし。じゃ、ゲットしましょう。氷神の書、ゲット。はい、それじゃあ早速。ふむふむ、そうか、ここをこう追って、こっちをつなげるのね。なるへそ。はいはいはい、と。氷神様の折り方分かっちゃったかも。早速、私の氷神の様の力を使ってみたいです。そうだね、使わないと、出れないと思うんだよね。さ、寒い。氷亀様の姿でやっぱり氷の上は寒いです。寒いのか。で、そんなこと言ってたら氷の力も使いこなせないですわ。寒さをこらえてクールにやってみます。おお。道できたね。お水がカッチコチに凍っちゃいました。超クールです。さて、あとは帰るだけですわ、と。お水もカッチコチだからこれできっと帰れますわね。そんな予感がします。そうだね、帰れないと困るね。さささささ。こっちでいいのかな。おー。あれ？マリオさん危ない。私に捕まって。捕まってもダメだろうな。おー、回る回る。おー、飛んだね。さあ、氷亀さんも笑ってる。私たちのポーズそんなに良かったかしら。いいかはわかんないね。さあ、お宝もゲット。ダイヤ島。よし。でね、ちょっとね、前回の動画ちょっと見直してて気になったところがあったんで、もう一度ちょっと入ります。まあ、敵がいないからね、さささささっていって、その、つららが落ちたところに、なんかね、お宝があった記憶があったのよ。開ける。はい、HP マックス5。で、ちょっとね、ここ戻ってこれなかったんで、回収しに。よし、これで、ダイヤ島攻略できそうなんで、ダイヤ島の方行きますか。まあ、力のオーブはもらったんで、あと知恵と、なんだっけ、知恵と勇気か。残りの二つをちょっとゲットしないといけないんで、氷神様の力で問題なくいけるんじゃないかな。まあね、紙ということもあって、どうしても、ね、水の上は移動できないんで仕方はないんだけど、さあ次ここだね。さあ神の力で氷神。
さあこれで通れると。多分ねこっちも同じなんだよねパターン、氷にしてみたいなね。ちなみに後ろには何もないよね、情けだね。よし奥へ。さあここはなんだ。ここは知恵の試練、3つのステージを乗り越え、オーブを手に入れよう。はいはーい。はい、受けます。一発でいけるかなぁ。ん？はいはいはい、0X! こんなの私の知恵でもすぐにわかりますよ。簡単な試練でご、簡単な試練でしたわね。それでは、知恵の試練を始める。問いの答えは丸か×か、制限時間内に選択せよ。第1問。川下りの終点はもみじ山である。ん？いや。違う違う違う。終点だよね。終点じゃない。はい。はい、OK。あ、泥にはまるんだね。そうだね、風当たりだね。いいだろう、次のステージで進むがよい。知恵というより記憶力だな。第2問。マラソンで6、5、4、2を抜き、3位でゴールした。この結果は正しいか。いや、違うでしょ。4位抜いたんでしょ。はーい。4位を抜いたら4位だよ。正解、4位を抜くと順位は3位ではなく4位だ。いいだろう、次のステージで進むがよい。あ、トップを抜いたらやっとトップになるからね。まさかの3択。第3問。3人の言葉をよく聞き、1人だけいる正直者を選べ。私は正直者です。C は嘘つきです。 A は嘘つきです。はあ、正直者を選べってことだよね。 A は嘘つき。んじゃあ B でいきますか。はーい。ダメー。A 正直者で違うんでしょ。で B が、あ、そういうことか。A は、そうだね。正直者って嘘ついてるからってことか。はいはいはい。はい。正直者ね。はいはーい。B は嘘つき。私は正直者。A は嘘つき。ああ、だね。正直者を言ってるところを指してるやつを言えばいいんだね。はーい。さあ、A で、クリア。最後は一緒なんだね。順番は変わるけど。さあ、知恵の試練乗り越えた。おめでとう。相変わらずやね。オーブを受け取ろう。いやー、もう思ったより手間取ったね。やっぱ一発じゃなかったね。まあでもそうだね、パターンじゃないっていうのはちょっと新鮮だったな。はい、知恵のオーブ。この知恵のオーブの中身って何でできてるんだろうね。やっぱビー玉かなんかかな。丸いビーズもなんかあったよね。ああいうキラキラしてるやつね。
よし、じゃあ次。さあ、最後、勇気か。とりあえず、土紙で落として、で、氷紙でまた固めると。さあ、最後の一つやっていきますか。勇気か。アクション系かな。さあ、勇気の試練。やっていきましょう。はーい、受けまーす。ん?さあ、来い。あれ?勇気のあるとこ見せようと思ったのに、紐なんて怖くないですわ。それでは勇気の試練を始める。部屋の中央へ来るがいい。はいはい。これから層のロープを繋がったものが上から落ちてくる。はい。それをこの矢印よりも下で止め、勇気を示せ。上で止めてしまうのは勇気なきもの。あー、そういうことね。掴んで。離してまた掴めってことか。レディー、ゴー。さあ、近づいてくるぞー。ビビったなー。ビビったなー、これ。まあ、クリアはしたんだけど。ビビったなぁ、完全に今のはなぁ。あ、どんどん低くなってくるのね。そうだね。最後に示せばいいからね。あ、しかも短い。レディー、ゴー。次こそはね。よーし。まあ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 、これぐらいだったらね。いいだろう。次のステージに進むがよい。いやー、A ボタンに力入るわ。さあ、ラスト。あ、結局一緒なんだ。あ、でもラインはそんなに低くない。レディー、ゴー。すっげえなんかスピード感が。いやー、やっちまったよー。そうだね。はい、出直していきます。おい、レディーゴー。早い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 。にゃーやらかした。あー、ちがちゃ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 。難易度下がってるしな。ちょっとギリギリ狙っていくか。ボタン配置、はい、あれどうにかしてほしいな。ギリギリを狙う。いやー、違うね。やっぱ、もうちょい待っていいね。納得いかーん。いやー、難易度下げる選択いらないんだよなー。嬉しくねーなー。ああいう難易度のはいらない。
しすぎるのも問題だね。なんかね、いえ、もう勇気も減ったくらいもありません。お金の力です。お金の力、もうそれはやめてくれよ。いやいや、見事も何もないよ。さあ、力知恵勇気の3つの試練よく乗り越えた、おめでとう。わーい、3つともクリアしました。パリオさんすごい。ところでこの3つのオブって何なの？まあ使い道はね、もう先に見つけてるんで。いやー、納得いかねえなー、最後の。いやー、データ読み直してやるかな。まあ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 、でもまあとりあえずクリアということで、まあお金の力借りれば簡単にクリアできますよっていう感じなんで、うん、難易度変更はやめてほしいな。まあまあ、お金の力で解決できたんでよしとしましょう。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。